こんにちは。Connecting to the future. 未来につながる、未来につなげる。時が過ぎていけば自然と未来に流れていきますけど、つなげる、つながる、それってどういうことなんでしょう。これは7年前の私の写真です。ロンドンで淋巴腺の末期がんを宣告されて、強力な抗がん剤の治療を6ヶ月間受けていました。もしかしたらここでもがんの治療を受けられたことがある方だったり、がんの治療を受けている方の近くにいらっしゃる方も多分いらっしゃると思いますけど、抗がん剤の治療は本当に本当に過酷でした。もう治療の激しさの中で自分っていう感覚も失って、自分自身が苦しみ、そういう感じでした。痛くて気持ち悪くて、座ることも眠ることも食べることもほとんどできない期間でした。でも身体的な辛さ以外ではすごく楽になったことがいっぱいあったんです。実は治療を受けている間は本当に精神的に楽だったんです。抗がん剤投与を1回目の抗がん剤投与を受けて1週間ぐらいしたところで初めてちゃんと寝れて、朝起きた時にベッドの横の窓の外を見て空にキスをしたい、心の底からそういう気持ちが上がってきて、本当に起きれただけで心の底からもう心いっぱいに幸せを感じたんですね。もう今までにないような幸せを感じれたんです。病気の時は本当に自分の優先順位が1と2しかなくなって、生きること、そして愛すること、それしかないんだなっていうのが紛れもなくクリアになって、本当に精神的に楽だったんです。なんだかとてもとてもクリーンな生活で、幸せを感じることがすごく簡単で、それで人を愛することがすごく簡単で、今考えても自分、その時の自分が羨ましくなるぐらい幸せな日々だったんです。実はもう一つ病気の時に面白いことが起きたんですけど、自分の時間の感覚がまるで変わったんです。それまでの自分の感覚の1秒っていうのが100分の1に分割されて、一つ一つの感情や思いがもっと細かく、もっと細胞に浸透して感じられるようになったんですね。それが、感じているものが辛かったりすると、それが結構なかなか気持ちよくないこともあるんですけど、それは今でも続いている感覚なんですけど、とにかく多分自分にごまかしが効かない、そういう体と心になったんだと思うんですけど、そういうふうに自分の感覚が変わったのと同時に、人に対してももっと素直に伝えたい、もっと素直に伝えられるようになったんですね。人と一緒にいる間にその人に対して感じていること、
その人たちに対しての思いを伝えよう、愛してるっていうこと、ありがとうっていうこと、それでもしかしたらもっと言いにくい不都合なことも、その人が目の前にいるうちになるべく伝えられるようになったんですね。今日ここで皆さんとお話しできるっていうふうに知ったときに、まず病気の話をしようと思いました。なぜかというと、病気の話って今の私たちの社会では、特に日本ではタブーだからです。でも私が病気だって宣告されたときに、一番私の力になったのは、私の友達たちが、その時周りにいたのは友達たちだけだったんですけど、その友達たちが私の前で自由に私の病気だったり、自分たち の病気での体験、そういうことを自由に、何の遠慮もなく、何のためらいもなく、そういう話をしてくれて、お互いの中で、お互いの間でその話で盛り上がってくれたりして、本当になんかいろんな意味で、どこどこの病院の先生の話で話をしたり、こういう代替医療があるよって話したり、僕のいとこもこんな経験してたよとか、ノンホジキンズだったよとか、あの先生知ってるとか言って、その本当にお互いで盛り上がっちゃったりして、そういうことを本当に遠慮なく話してくれてるのが、すごくすごく私の心を楽にしてくれたんですね。なんだか、そういうことを聞いてるうちに、この病気ってなんか人生の中の一つの経験で、みんなで乗り越えていけばいいんだなって。私は病気の世界に移っちゃった人なんじゃなくて、これは一つの経験で、もう一つの経験なんだな、単に、そういうふうに思えてきたんですね。でそのマインドの転換のおかげで、末期がんから克服できた、多分そのマインドの転換は一つの、その克服できたことの大きな要因だと思ってるんです。7年前にその病気を克服してから日本に帰ってきたんですけど、生まれ育った日本に帰ってきて、本当に自分の一番住みやすい国だと思ってますし、本当に楽しく生活してるんですけど、一つやっぱり少し窮屈に思えるのが、まだまだ人と人の間にすごくいろんなバリアを感じるんですね、日本の社会の中で。男女間のバリアだったり、世代間のバリアだったり、縦社会のバリアだったり、言葉のバリア、いろんなバリアがまだ感じられて、もっともっとこうやって皆さんが集まって、皆さんが話し合ったり、今日出てきてるいろんなアイデアがあるように、もっともっとそんなバリアなんか通り越せるようなところにもう日本は来ているのに、なんかとても人が孤立しやすい社会に構成されちゃっている、なんか今までのに作られてきてるバリアを引きずっちゃってる部分があって、すごくちょっと残念だな、寂しいなって個人的に感じるんです。なんかもっともっとお互いと深くつながり合えるように、そのバリアを飛び越えてお互いとつながっていければなって本当に思ってるんです。でもそうやってお互いともっと深くつながれる前に、まず自分自身と深くつながることが一番大事だと思うんです。で普段私はこうやってヨガだったり瞑想だったりして、自分との会話をすごく大切にしてるんですけど、皆さんも多分それぞれ料理だったり、読書だったり、ガーデニングだったり、音楽だったり、それぞれいろんな方法があると思いますけど、本当にそのプロセスって大事だと思うんですね。やっぱり今の世界って、家の中でもいろんなテレビだったり雑誌だったり、まあ、私の仕事は雑誌の仕事なんであんまりそういうこと言わない方がいいと思うんですけど、インターネットだったり、そういうことでいろんないろんな情報だったり刺激が入ってきちゃうんで、なかなか自分で意識して自分のスペースと自分の時間を作らないと、
本当に自分の内なるささやきっていうのが聞こえてくる時間って本当にないまんまどん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 日々が進んでっちゃう世界じゃないですか。なので私はいつも朝1時間は自分のヨガの時間を作ってるんですけど、まあ、一つそのヨガの中でシンプルなエクササイズがあるんですけど、もしよかったら皆さんも立って一緒にやってみませんか。ありがとうございます。すごくシンプルなエクササイズです。普段人間は生活している中でだいたい体の意識が全部体の前面に来てるんですね。目、鼻、口、手、前に歩く足、それらのために前面に来てるんですけど、それをただ体の背面に転換するっていうエクササイズなんですけど、まず目を閉じていただいて、まず目を閉じていただいて、目が頭の後ろにあるイメージをしていただいて、鼻で呼吸してください。かかとが地面とつながっている感触を味わいながら、頭の後ろにある目を意識して、その目から頭の後ろにあるものを見るような感じで、そして脳をリラックスして、そこから首の後ろ、そして網を広げていくように首の後ろから少しずつ肩、そして肩甲骨の間、そしてその網をずっと背中に広げていって、肺の後ろで、肺の全体に、肺の下のところまで空気を入れていくように呼吸していただいて、腎臓、そしてお尻にも呼吸を していくように、呼吸を入れるように、そしてももの後ろ、膝の裏、膝の裏があったかくなっていくようなイメージで、ふくらはぎ、そしてかかと、そしてかかとの下から地面の中に根っこが入っていくようにイメージしてみてください。そして体の背面に大きくできたネットがハンモックのように自分を包んでくれて、自分を受けてくれるようなイメージを、いつもそのハンモックは自分の体を包んでくれてるんです。それだけのことです。ありがとうございます。そのシンプルなエクササイズなんですけど、私は一日に何度かそのエクササイズをしてみてます。少し感覚が変わると思います。静かになると思います。ありがとうございます。どうぞお座りください。そのちょっとしたことで少し気持ちが静かになりませんか。私も声が少し変わったんですけど、そのちょっとしたことで自分の本来の自分のところにアクセスできるようになるんですね。自分が前に前に進んで外に意識がいってる時に、ふっとそういうことをできると、もしくは一日に何度かそれをできてると、ふっと自分のコアのところから自分の人生にも人に対しても進んでいける、そ
そんな感じがするんで、やってみてます、実行してます。今日はここのスペースで皆さんとそのエクササイズと自分の経験を共有できて本当に幸せに思ってます。ありがとうございました。